ついに現れたか。デンプシーロールを破ると公言する挑戦者が。琉球戦士、島袋岩尾。島袋、もうすぐ出発の時間だ。準備はいいか？ええ、会長。幕の内君は釣り船屋の息子と聞きました。ああ、そうらしいな。どちらが最強の海中かはっきりする。深い深い海の底へ彼を連れて行く。その上で叩き潰す。今や彼の代名詞ともいえる必殺のデンプシーロールを破って。お待たせしました。まもなくチャンピオンカーニバル日本フェザー級タイトルマッチが始まります。さあ、青コーナーより挑戦者の入場です。島袋岩尾。なんでありゃ、肉が詰まってるよ。筋肉で脇が締まらないぞ。チャンピオン幕の内一歩の登場です。頼むぞ幕の内。お水でくれ。倒せよ。切って落とされた。来ないならこっちから。島袋が動いた。行くぞ幕の内くん。早い、そして重い。ジャブじゃない、ストレートの威力だ。チャンピオン左の連射。しかし避ける避ける。超低空のウィービング。覚悟を決めたまえ。あーっと左ボディ、強烈。あー、低い低い、後続が当たりません。もう絶対それもらえない。口に倒れ。離れろ離れろ離れろ。いない。スタート。このパンチは風のパンチを持っていたなんて。驚いてる暇はないぞ小僧。ボディーブロー、綺麗に入りました。どうする。チャンピオン体ごとくっついた。超接近戦を挑む構えです。これで条件はゴムとゴム。行け小僧。まったくの互角か。まさに意地の張り合いだぜ。ここで第1ラウンド終了。押し負けるなよ。意地の張り合いが続くと覚悟せい。弱気になるな。立ちどころにやられるぞ。はい、ねじ伏せちまえ。いいな。はい。さあ第2ラウンド、チャンピオンボディ。わずかな隙をついてチャンピオンが手数で圧倒。挑戦者のアッパー、チャンピオンの連打を寸断。手数ではややチャンピオンが上か。その連打を寸断する凄まじい一撃。国内最強のインファイターの座をかけ拳を交換する両者。意地の張り合いが続く。すでに第5ラウンド、休む間もなく打ち続ける両者。あーっと、チャンピオンのアッパー、首が引っこ抜かれた。チャンピオンも出ます。連打連打、勝負をかけた連打です。踏ん張れ島袋。会長、一歩くんの顔色が。お、あれは体か。お前、ようこそ海の底へ。不慣れな接近戦の押し合い、あっという間に小僧の体力を奪っていきおった。同じペースで打ち合って呼吸一つ乱さない、それこそが島袋の絶対的な武器だ。ここで挑戦者が出た。チャンピオンロープ際から脱出。あー、逃がさない。ここでゴング。あーっと、変わり果てたチャンピオンの無残な姿。満身創痍のチャンピオンの姿に観衆は言葉を失っています。もっと早く到達できると思ってたけど、さすがに粘られた。二度と彼は水面に顔を出せない。力を貯めるんだ、力を打つんだ。そのために貯めるんだ、デンプシーロールを打つ力を。セコンドアウト、ラウンド6、フォックス
分かっているよ。ならばその望みを断ち切る。挑戦者ここで出た。振り払う左もお構いなし。またもや悶絶地獄だ。手を伸ばして挑戦者を遠ざける。愚問の表情だ。チャンピオン打ち返した。また打ち返した。挑戦者の勢いも止まらない。チャンピオンのウィービングが挑戦者左外した。振り子のようなこの攻撃はテックシーロー。挑戦者必死のブロック。ブロックが壊れた。急所はさらけ出された。君が見ていた光、それはデンプシーロール。見せよう、デンプシーロール。破り、チャンピオン再び反動をつける。壮絶な相打ち。チャンピオン動きを止めない。しかしまた相打ち。挑戦者も迎え、ただの相打ちじゃない、世にも恐ろしい相打ちじゃ。反動をつけて打つデンプシーロールに拳を打ち込めば、理論上倍返しのカウンターとなる。恐怖心を克服する精神力、デンプシーロールに頼る肉体、とんでもないことをやってのけおった。まだだ、まだデンプシーロールを破られていない。一歩諦めるもんか。最後まで、やられた。ロープに腕を絡めてダウンを拒否。しかし衝撃の事実、驚愕の現実、デンプシーロールここに破れたり。やった、やったぞ、デンプシーロールを破ったんだ。一筋の光明を断ち切った。ウミンチュー対決勝った。満員の会場は政権交代の瞬間に息を呑む。手を伸ばせばすぐそこだ。どうした。ウミンチュー対決は完全に自分が制した。なのに動けない。酸素不在だ。お互い超接近戦の連打でここまで来た俺様には、今二人とも海の底にいるように見えるぜ。静止画面のまま時間が過ぎます。ゴングだ。政権交代は先送り。呼吸を整えろ。そして細胞一つ一つから酸素をかき集めろ。全部集めれば3分間潜れるわい。恐るべしデンプシーロールですが、次のラウンドで確実に獲物を仕留めます。なったー、ボックス。うわっと挑戦者出たー。一直線にチャンピオンへ突進。挑戦者構わず力任せの連打。直線的にチャンピオンを折り立てます。ダメだ、ベルト取られちゃうよ。チャンピオン左、しかし跳ね返す。あーっと挑戦者身をかがめた。ガゼルパンチだ。顎の下にグローブが入っている。間一髪直撃を避けた。それでも効いています。チャンピオン足元が定まらない。挑戦者お構いなしに畳みかけます。一発ごとによろけるチャンピオン。頑張れ頑張れ小僧。ガードごと貫通させてくれる。あーっと両手だ。ダブルアームブロックで防いでいる。どうじゃ小僧、まだ動けるか、まだ頑張れるか。僕にできることは会長を信じて最後まで。君のパンチはもう効かない。ウミンチュー対決は終わりだ。Yeah!
まだ生きる、まだ撃てる。ウミンチュ対決で負けるわけには。海の底じゃお前の勝ちは確実だった。だがここは海の底じゃねえ、リングの中だ。彼は純粋なまでのボクサーだ。出せ島袋、幕の内はヘロヘロだ。出せば勝てろ。島の仲間を、大量バタを思い出せ。ほうはい、えい、立てなかった。無情のカウントアウト。小僧、大将、やりました。嬉しいです。この一勝はとても嬉しいです。まったくもってチャンピオンらしい試合じゃなかったが、こんなになるまでよくぞやったわい。ありがとうございます。島袋さん、自分はボクシングをやめるよ。え？ウミンチューは海で生きる。君はリングで生きてくれ。強かったぞ、幕の内一歩。